今日はこの川でコラボ企画傘をしたいと思います。最後水槽に魚たち入れて綺麗に見えたらいいかなと。おお。で今回あの九州の生き物系 YouTuber 水追い人さんと東海の、四季宇都郎さんと私の3人でリモートコラボ傘をしたいというふうに思います。それぞれ場所が遠いので同じところでガサガサできないので、今回はリモートガサということでこの企画グループラインでこの企画の内容を考えて実行することになりました。 で今回の趣旨なんですけれども3人で合計20種類の魚をガサガサで捕獲するという内容になります。被った魚種は、1魚種として数えます。で、制限時間1時間、1時間でガサガサして3人で20種類取れるかどうかというガサガサになります。もし今回20種類取れなかったら罰ゲームを実施すると。罰ゲームの内容としては20種類いかなければ次回自分が取った魚種分の数だけガサガサができるという罰ゲームになります。まあ、例えば今回私が1魚種しか魚取れなかったらタモ入れ1回のガサしか次回できないという内容になります。それでは、早速ですけれどもガサガサをやっていきたいと思います。まあ、制限時間1時間なんでね時間をね見せながら今なんぼや見えないな見にくちょっと外が眩しすぎて時間時計が見えないな。はい、制限時間1時間でガサガサを始めます。それでは早速やっていきましょう。10時半なんで11時半までガサガサします。ここはいつものホームの関西屈指の川です。まあ、ここはね魚種が多いんでここを選びました。で今回狙いたいのは水追い人さんと四季さんのフィールドで取れない魚種を狙っていこうかなと。でこの川では特にヒガイ、あとは辻島土壌や島土壌、あと生漬けでいくとギギ、赤座、あとタナゴ、カネヒラとヤリタナゴ、アブラボテあたり、あと麦つく、カマツカぐらいかな、その辺を狙っていきたいと思います。あ、入った、ヒガイや、小さいけどヒガイ入りました。この子はヒガイが多いんで小さいですけどヒガイ。これはね多分水追い人さんも四季さんも被らない魚種かなと思ってます。ヒガイゲットしました。おそらく水追い人さんも四季さんも私もですが、お互い大体のフィールドで何が取れるか大体は分かってるんでできるだけ被らないやつを取ってくるはずなんで。お、なんだ、あ、麦つくやろこれ。あ、ヒガイどっち、あ、麦つくや、やった、小さいけど麦つく、2魚種目麦つく、こんな小さいのでもねカウントされますから。お、なんだ、あ、糸のろこだ、3魚種目糸のろこ取れた、やった。普段ならそんな喜んでない魚でも目標設定すると結構ガサガサって楽しいですね。多分水尾人さんとかこっちで取れない外来種とか狙って取ってくるかなと予想してるんですけど、おそらく四季さんはカジカとかそういったのが取れるところでやるんじゃないかな。ヒガイ、麦つく、糸もろこ、もうどんなサイズでもいいからカナツカ、今カナツカ狙ってます。カナツカ出てほしいな。カナツカはいない。あ、で今回ね、まあ、取れなかったら罰ゲームなんですけど、もし20種類いけばご褒美ってことでそれぞれ3000円の何かを購入することができるんですよ。自分の好きなもの、今自分が欲しいものは頭につけるヘッドライト、なんか暗いところでもガサガサとか釣りとかできたらいいかなと思って、ヘッドライトね持ってないんですよね。まだ4個来てほしいけど、ああやった、卵入った、アブラボテ、ここの川アブラボテとカネヒラとヤリタナゴ、あと場所によっては大陸バラタナゴとかで、時にはちょっと私まだ入ったことないけど白ひげパビラとかいるらしいんで、いつか出会いたいと。こういうとことか上からこう足をちゃんと置いて川下に網を置いて
上流からちょっとちょんちょんとする。たわしのにそっと置いて上流からちょんちょんと。これ繰り返してったら確実にどこかで入るから。取れろ、魚種取れろ。おお、油ボテ、やりたながあたりが入ってほしいな。油ボテ綺麗やで。結構急いでガサガサしてるから疲れるわ。今11時1分30分ちょうど経ちました。金塚ゾーンかな、この辺は。水帯人三色さん、金塚、私が金塚狙いそうや思って取ってこん可能性があるから、金塚狙いたいんだけどね。金塚を押さえときたい。金塚、こんだけ金塚取りたいと思ったことないな。金塚、金塚来い。いいところ狙ってるつもりやけどな。チリでもいいから金塚入ってほしいな。うわ、来た、デカカマ来た。今日初の大物、金塚嬉しい。金塚で嬉しいわ。シキさん、水帯人さん、お魚関西、金塚取りました。金平とかヤリタナゴ、アブラボテ以外が入った。お、やった、やったやった、ヤリタナゴ、やったヤリタナゴ入った。やった、魚種増えた。制限時間あと20分ぐらいかな。やっぱ深田いるな。水深のあるところで、もしここ運が良ければズナガニゴイ入ると思う。ズナガニゴイいるから。うわ、あ、やった、ズナガニゴイ、やった、やった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 、魚種増えた。多分水帯人さんとシキさん、ズナガはいないんじゃないかな。うん、あ、金平、よっしゃ、よし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 。あ、これ大陸バラタナゴちゃん、大陸バラタナゴも取れた。多分そうだ、ちょっと後で見よう。あと土壌取ろう。土壌が出てくれたらいいんだけどな。ここは辻島土壌と島土壌と間土壌確認できてるからなんで。ただこのポイントには少ない。あと1回だけガサゴかな。もうこれワンチャンにしようかな。今11時28分、あと2分で終わるから、この辺、この辺りをガサガサして、1時間のガサガサ終了。奇跡的に何か入らへんかな。お、大きめの川に取れた。こんな感じかな。ちょっと土壌やナマズ系が取れなかったのちょっと残念ですけど、タナゴが狙えたからいいのかな。29分、あ、30分になりました。ちょっと見にくいけど、はい、11時30分、ちょうど1時間経ちました。これでガサガサ終了です。ちょっと魚種を数えていきます。よいしょ、よし。それでは今日の結果発表です。思ったよりも魚種取れたかなと思います。では数えていきますね。まあ、ちょっと大きいやつから。まず金塚です。この川、金塚王国なんで大きいのが入りました。ズナガニゴイ、ズナガニゴイ2種。この川、イトモロコがたくさんいるんで、このポイントには特に多いかな。で、麦つくの可愛いサイズ、麦つく4で、この川定番の被害、サイズはこんなサイズの被害が今日はたくさんいけました。そうして、タラミツゲットしました。これ綺麗な油ボテ、そしてヤリタナゴです。大陸バラタナゴやね、これは。金平じゃないな、やっぱ大陸バラタナゴですね。大陸バラタナゴ、はい、以上になります。今回のリモートコラボ企画、関西屈指の川では1時間で、私は9種類の魚を取ることができました。おそらくこの中にはかぶってくる魚もいるかなと思いますけど、かぶらないのはおそらくズナガニゴイ、水帯人さんとシキさん、おそらくズナガニゴイはいないんじゃないかなと思うし、あと大陸バラタナゴが今日入ったのは意外やったかな。おお、
カマツカが砂に潜ろうとしてる。砂潜りっていう名前があるぐらいやから、砂入れたらやっぱ砂に隠れようするな。まあ私は9種類今回取れたんで、水尾人さんと四季宇都郎さんが、どれだけのヨシ取ってるかで、まあ全員で20種類取れたらクリアという、でクリアできなかったら罰ゲームということで今回の企画をしてます。では他の2組がどれだけの魚種取れてるか、チャンネル移動して、まあ、概要欄にもリンク貼ってますんで、水尾人さんと四季宇都郎さんのチャンネルへ、遊びに行ってみてください。それでは